では外装フロントバンパーから見ていきます。モデューロのフロントリップですね、右前とこの下のところが映ってる感じですかね。あとは、まあ、薄くこういうちっちゃい、ね、飛び石傷とかはありますけれども、まあ綺麗な方かな、こんな感じですね。で、バンパー自体もこういうところが、まあ、飛び石でタッチアップしているような、ところはありますけれども、まあ、比較的綺麗な方ですね。ヘッドライトも、まあ、多少の黄ばみはありますけど綺麗な方かな。で、ボンネット目立つような傷は特になくって感じですかね。へこみの方も大丈夫そうです。で、左のフロントフェンダーこれもやっぱちょっと飛び石があってタッチアップしてる感じですね。こんな感じ。まあ、この辺はやっぱりちょっと飛び石で少しサビが出てきてるのでタッチアップした方が良さそうかな。ホイールはレイズの C28 シルバーです。タイヤサイズが225-45-17。溝はまあまだ全然残ってますね。で、ドアミラー、助手席側のドア、この辺は結構綺麗な感じ。サイドステップ周り、まあちっちゃいこういう傷はありますけれども、まあ、全体的にはそんなに目立って大きく削れてるっていうのはないですかね。ちょっとここへこんでるかな。リアフェンダーはこんな感じで、へこみは特に大きいのは、見当たらないですかね。リアフェンダーのちょっと1箇所エクボ程度のへこみがあるかなっていう感じです。で、左リアのホイール、タイヤサイズは255-40-17。タイヤの溝はまだ結構残ってますね。はい、続いてリアバンパー。リアバンパーは、あ、これはちょっと落とせそうですね。落とし忘れちゃってます。まあ、特に大きく目立つような傷はないですかね。で、モデューロのリアのエアロが入ってますね。まあ、トランクの方のへこみも取ってみる、な感じです。で、右リアフェンダー、綺麗な感じですね。こんな感じ。右リアホイール、で、運転席のドア、この辺は綺麗ですね。こんな感じで、サイドステップ周り、まあ、ちょっと薄い傷はありますけれども綺麗な感じですね。右フロントのフェンダーも特に目立つような大きな傷はなくといった感じです。右フロントのホイール、最後にルーフ、フォローの状態は結構良くて、切れやブレは特になく、なんか色あせてるような感じも見受けられないですね。こんな感じ。はい、以上 S2000 の外装でした。